小泉明正は、実業家、起業家、コンサルタントである。早稲田大学大学院理工学部卒業、早稲田大学先進理工学部研究学科にて、菊池栄一教授に指導を受け終了後、三菱化成へ入社。スタンフォード大学大学院にて、ロナルド・エハワード教授に指示、マネージメントサイエンス修士取得。帰国後は経営企画室、兼研究開発室に配属され、 あとに、情報電子本部記憶材料事業部に勤務。アップルに入社。主にチャンネル開発。アメリカ合衆国以外で最初となるイークを開催。三菱商事とアップルビジネスセンターを丸の内に開設。インテリューションのアジアパシフィック地域の立ち上げに参画。エマソンのインテリューションの買収後は、エマソンプロセスジャパンの代表取締役社長に就任。 なおエマソンプロセスのソフトウェア部門は現在 GE デジタルとなる。世界第3位の ERP ベンダー、バーン、日本法人社長に就任。製造業に特化し小松、東京エレクトロンを最大の顧客とする。ウェブメソッドアジアパシフィックの最初の社員として入社し、アジア太平洋地域の CEO として世界売上げの25%まで急成長させる。 世界最大級の人材サービス会社である、ランスタットの日本法人の代表取締役に、就任、ベディオールキャリアなど、国内4社とのピミに手腕を発揮。SRI インターナショナルの MD、アジアパシフィックに就任する。AA、スタークオンタムの上級顧問をはじめ、多くのスタートアップ企業の役員や顧問、2014年より、スタンフォード大学の入試面接官を務める。 一般社団法人国家ビジョン研究会のエネルギー科学産業振興委員会と日本版スパーマイナスに再構築推進委員会の委員を務める。趣味はテニス、ゴルフ、スカッシュ、スキー、スノーモービル、マウンテンバイク、オートバイ、海外旅行などである。ありがとうございます。